微笑みの国タイから最強の男が、ムエタイ最強王者ブアカオーポープラブック。出場する数々の大会でタイトルを総なめ、さらにあのマサトやアンディ・サワーといった強豪を倒し2度の K-1 王者に君臨。その男が今宵戦国のリングに。成長し続けるムエタイ最強王者がさらなる進化を遂げる。和製バンダレイシューバー中島裕樹、まだ22歳、若き日本のホープ。デビュー以来11連勝無敗という戦績を引っ提げ、今年 K-1 に参戦。長島次元乙雄一郎と激闘、 K-1 マックスジャパントーナメント準優勝に。日本の新星が戦国のリングで最強王者に立ち向かう。スペシャルマッチ、戦国キックボクシングルール、ブアカオーポープラムック VS 中島裕樹。スペシャルマッチ第2試合、70kg 契約戦国キックボクシングルール、3分3ラウンドを行います。青コーナー、和製バンダレイシューバー中島裕樹。入場テーマにまず驚かされます。元シュートボクセージャパンで培ったなぎ倒す拳を引っ提げやってくる男です。そして現在はバンゲリングベイスピリットでさらなる強力な拳を磨く男です。ジャパニーズワンダレイシューバー中島裕樹。バンダレイシューバーと新田明臣さんのテーマ曲に乗って入場になります。プロ入り以来怒涛の13連勝、そこから日本代表決定戦と対世界で2連敗。初めて訪れた暗闇に求めた光はブラジルの本家シュートボクセだった。特訓の成果を今赤コーナー、ムエタイ最強王者ブアカオーポー・プラムック。本当に強い者はどこへ行っても何をやっても強い。技術体系が細分化進化した現在、そんな願望のような妄想のような存在を通算194勝という目もくらむような戦績の中体現しているのが、これから登場する男でないのか。ブアカオーポープラムック。エントリー The Red Corner The Blue Tie Champion ブアカオーポープラムック。今 SRC のリングに降臨します。肘、首相撲のムエタイで強く、その2つをなくした K-1 ではパンチを強化して強く、投げ、立ち関節技ありのシュートボクシングではミドル、ハイ、ローキックを駆使して強かった。この SRC とて例外ではない。相手が誰であろうとブアカオがあのブアカオであれば、
そう、本当に強い者はどこへ行っても何をやっても強い。体現してきたマックボエ。今このリングに足を踏み入れました。ブラカオポプラムック。青コーナー176センチ 69.8キロ、 K1 ワールドマックス2010 70キログラムジャパントーナメント準優勝、クラッシュ70キログラムトーナメント2009ロードトゥーマックス優勝、全日本アマチュアシュートボクシング選手権関東大会中量級優勝、中島ヒロキ。目の前にあの男がいます。倒すそのためだけに中島ヒロキ。赤コーナー174センチ 69.6キロ、 S カップ2010優勝、 K1 ワールドマックス2004-2006 優勝、ブラカーポープラムキー。いかなる衝撃を我々に与えるのか、このリングでブラカーポープラムック。戦国ソウルオブファイトスペシャルマッチ第2試合は70キロリミット戦国キックボクシングルール3分3ラウンドの戦いです。さあこちらブアカオポープラムック、 K1 ワールドマックス2004-2006 優勝、シュートボクシングの祭典2年に一度開催される S カップも制しています。そして中島、クラッシュ70キロトーナメント優勝から K1 ワールドマックス2010ジャパントーナメント準優勝、そこではたどり着けなかった舞台、そこにいるべき男、ブアカオです。大丈夫ね、総合のチャンピオンたちもすごいオーラを放ちますけど、また違ったオーラというんですかね、違った感覚を総合のファンの方が見てくれてるとは思いますね。そうですね、さらに試合でそれをアピールすることでしょう、ブアカーを。そしてパンチで先手、中島です。ワンツーから左のインロー、さらにボディ、左をえぐるようにします。まずこのリングで武田さん、はい、2人が相対するということが、これはもう本当に本当ですね、楽しみで仕方がないですね。SRC で、ブアカーを見るとは思いませんでしたね、まあ本当に、まあ、普通に考えたらまあブアカーの勝ちなんですけど、中島選手のそのマンダレーに憧れたっていうね、はい、ハートっていうんですかね、そういうのをがっつり見せてほしいと思います。入場テーマ曲もそれをアレンジしたものでした。右のアッパーを一つ当て込んでいった中島。さあ対するブアカーを、武田さん、はい、もうあらゆる戦いにですね精通する域に入ってきたんじゃないでしょうか、はい。そうですね、K1 マックスで、まあ、クラウスや、まあ、本当に、世界の超一流のパンチの強い人間たちと、渡り合ってきているわけですからね、パンチが強い選手というのはもう戦い方は十分に、体に染み込んでますから、でもやっぱりそこを中島選手はね、こじ上げて、はい、行かなくてはいけないと思います。とにかく中島は左右のパンチハードヒットがあります、はい。しかしプロ入りからその長島ジェンオツ雄一郎戦、アルバート・クラウス戦とここのところ2連敗、プロキャリア初めての屈辱です。屈辱するためにすぐにブラジルのシュートボクスへ旅立ったそうです。そこでかつて日本で教えを請うたジットトレーナーにさらに教えを受けました。ちなみにこの戦いは戦国キックボクシングルール、今左ハイはブアカオが放っていきます。肘はありません、首相撲からの攻撃もありません、膝は中島、ミドルはブアカオ。でもブアカオ今中島君左のアッパー入りましたよね、捉えたようですね、はい。どうですか。いいんですよ、このごちゃごちゃした戦いの方が絶対いいと思います。同じ間合いでずっといるとマイタイっていうのは間合いの勝負なので、はい、バカのペースになってしまうと思うので、
中島君はああいう風にどん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 前に出ながら距離を潰しながらアグレッシブに攻めていくのがいいと思います。やはりあのミドルキックブアカオの距離ではいけないですね。ですね、止まってたら、ムエタイルールの、あのムエタイ独特のリズムの餌食になってしまうので、離れるか、ああいう風にいやらしくしつこく打ち続けるというのが勝利の鍵だと思います。多少強引でも構わないということになりますが、左ミドルそれでも強力です。ブアカオの一撃一撃、ここで第1ラウンドが終了しています。さあ郷野選手に伺いましょう、はい、もうラウンドの間中息を飲んでいるようにも見受けられました。どうですか印象は。まずいやーやっぱりすごいなと思いましたね。最初中島選手がバンバンバンって3ターンぐらいこう攻撃した後になんかもうその攻撃のリズムとかタイミング分かったみたいな感じで それに合わせて打つようになってたんですよね、はい、なんかそれがすごいなと思って。ここは左のハイキック、そうですね、その後にもすぐインローがあります。でもそこから潜るようにしてパンチ振りかぶって、さらに膝もあるのが中島、また返すのか。2手3手受けただけでもうなんか相手のタイミングとか分かったようなそんな返し方をしていた。簡単に分かっちゃうのかなと思ったらすごいですね。さあ戦いは第2ラウンドです。ここも左のボディ、武田さん、はい、中島のボディフックはいかがですか。いいと思いますよ。であとはこれは何ラウンドですか。3ラウンドマッチになります。3ラウンドしたら、若尾はミドルで腕を殺しに来るんですよ、ガードごと。もう右腕が赤くなってるとは思うんですけど、まあ、かなり自分も経験しましたけど痛いですけどね、まあ、でも3ラウンドでしたら、本当に上がらなくなる前に腕は使い切れると思います、はいはい、ブアカオとしてはそうですね、そのパンチも殺 す, そうです、ね、ガードも殺す蹴り、はい、いやこれはね、本当にバットでね、はい、木材で殴られてるんじゃないかぐらい痛いですね。そうですね、もうその骨をへし折られてしまうファイターもいますよね。そしてミドルキック、いや、ゴーノ選手、圧巻ブラコアウという様子になってきましたね。そうですね、でもいいですよ、中島選手、それでも止まらないじゃないですか、これ止まったらもっと餌食になりますから、ここで動いて、はい、そうですね、対策としては中島が語ってくれたのは蹴りにしっかりガード、そして相手はディフェンスに甘いところがあるの で, そ, うです、ね、そこはパンチと、はい、計量の前に話をしてくれました中島。そして膝、大野選手でも膝は当たっているように見えますよね。そうですね、追いかけての膝今入りましたよね。さあその威力いかほどか、ブアカオに対してのダメージ、だいぶ中島は顔面、右腕、腹、体の各パーツが赤く変色してきています。一つスウェーバック、今武田さん、はい、この距離はどちらのものになるんですか。ブアカオの距離ですね。ブアカオ、うん、でこれがまだ、中島選手にとって有利なのは、まあ、首ズボン、肘膝がないだけまだ、まだマシですね。これで膝があったらもうブアカオの独壇場になってしまうので、これ今こういう場面ですよね。そうです、この残り時間30秒、さあ残り時間30秒を切っています。中島が勇猛果敢に襲いかかる、でもその 1.5 倍2倍と返してくるのがブアカオの鋭い蹴り、この左ミドル、しかし膝で中島、残り10秒、膝を打てるか、近い乱戦の、それが離れたところで第2ラウンドが終了しています。拳を宙に突き上げたブアカオ、武田さん、はい、このラウンドの印象いかがでしたか。ちょっと蹴りが効いてきましたかね。でも中島くんはそれでもやっぱり止まりませんから、今の戦いを絶対に最後まで止めないべきだと思います。
変えなくていい部分たくさんありますね、はいはい、で若尾のウィークポイントはあのパンチの連打が、若尾がされるとですね、若尾が下向いて防御をするんですよ、目をつぶって、はい、でガードを固めるっていうのがあの彼のウィークポイントなんですけどね、そこで、そこにチャンスをかけるしかないと思います。はい、だからさ最後も左、さっきもあの左のアッパーが当たったと思うんですけどね、あのアッパーが、いいと思いますね。さあ突破口、中島には分かっているかどうか。ファイナルラウンド、戦国キックボクシングルール、戦国ソウルオンファイトスペシャルマッチ第2試合です。若尾ポープラブック対中島ひろき、中島が足を掴んで前に出てくる。多少強引でも構わない、とにかく前に出て乱戦乱戦。武田さん、このペースですね。はい、そうです、そうです。中島、はい、あともうちょっと蹴りと同時にパンチを離すのもいいかもしれないですね、受けっぱなしじゃなくて、はあ、はい、蹴りと同時に、はい、これ組相撲なしのルールのはずなんですよね。そうですね、あ今投げを見舞うような体勢になりましたが、その後は左のミドルキック、左の膝を返す中島です。組みついていると早めのブレイクが命じられます。河野選手、このラウンド、はい、どんな風にご覧になっているんですか。もうなんかもういやただ見てるのがすごいなと思って、やはりその返す前、そのブラカーの反応ですよね。やっぱり前に出るのが、ね、止まっちゃうと、もうあの左ミドルの連打なんですよ、はい、だもう前に止めるのをやめてはいけません。で蹴りと同時に、あのパンチのカウンターを合わせなきゃブラカーの独断状になっちゃいますね。組みついてはいけません。レフィリーがグローブを払います。中島まだ余力は残されているようです。でもダメージはいかほどか。あ、武田さん、やっぱりこの位置になる時間がだいぶ長くなりましたね。そうですね、組んではいけません。あ、ブアカオがちょっと上体を下げるようにしたモーションからミドルキック。これ現時点で武田さん、はい、中島のこの体勢はどうなんですか。まあ、バカもうまいですよね、蹴りの距離では蹴りを放ってパンチの距離になった瞬間に体を、まあ、組んではいないんですけどスッと寄せるんですけどね。あ、なるほど、あれはブアカオの有利な位置で。そうです、ここもだいぶ近い左ミドル。いや、おいおいと吠えながら、ここで当てたいです。そうですね、あと30秒しかありません。河野選手、その一手先、一手先はやっぱりそうですね。あ、そうです、そうです。若尾、崩しにかかる。最終的に上になっているのも若尾。立ち上がります。あと10秒を切った。最後に賭けに出る時間は中島にあるか。どうだ、今ブレイクされたところで試合終了です。3ラウンド、ブアカオと中島、判定によって勝敗は決まります。いや、改めて久野選手に伺いましょうか、はい、リプレイご覧になりながら今残ってる思いとは何ですか。いや、もう本当にもう中盤以降の展開がさっきの武田さんの解説の通りの展開でそのブアカオが動いていたんで、はい、本当に解説としては申し訳ないんですけども分かりやすくてすごく面白く見ることができました。はい、なるほど、はい、これであれですか、中島選手何戦目ですか。中島が、そうですね、まだ15戦しかしていませんので16戦目です、ね、この前にクラウスとやったり、これでバーカオとやったり、もう世界のトップとね、こうやってこの15戦の経験できるというのはすごいことですからね。そうですね、ジャッジは下りました。採点の差はつきましたけれども中島は倒れませんでした。そして勝利を収めたのはブアカオプロクラムック。さあ、武田さん、
はい、改めて勝利のその勝敗の分岐点になったポイントを教えてください。やっぱり距離 の支配バカを勝ったということなんですけど、もう少しね蹴りに合わせてパンチが欲しかったんですけどね、まあ、でも、本当に15戦でもうバカを200戦ぐらいやってますからね。200戦以上ですね。以上やってますから、はい、まあそういった、ね、本当にあの大したものだと思いますし、勉強になったと思いますし、あの間違いなく世界のトップでいる存在とやったわけですからね、はい、だからそれを体感して、まあ、この選手に世界になるためにはこの選手に勝たなくちゃいけないわけですから、この体感をしてそれをじゃあどうクリアしようというふうに、考えてそれで強くなっていけばいいと思いますが、そして武田さん最後に、はい、この SRC でですねキックボクシングルールブアカオと中島の戦いが展開されたことについて一言ください。もう立ち技の側の人間としては嬉しい限りで、もう、まあ、うちの宮本も出してもらいましたけど、もう顔を打ってこいと、はい、はい、ね、まあ、次回もぜひ、立ち技をどんどん出してほしいと思います。今後もこうした好カード見たいですね。はい、見たいですね。さあ SRC 総合格闘技の舞台で行われた戦国キックボクシングルールの戦い、中島裕樹を振り切りました。貫禄はブアカオポープラムック。はい、こんばんは。ก็สวัสดีทุกคนที่มาดูในครั้งนี้今日みんな来て見て来てありがとうございます。僕はびっくりしないで嬉しいです。ก็ดีใจครับที่เห็นทุกคนมาดูในครั้งนี้ก็เยอะครับก็ครั้งหน้าก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยครับขอบคุณมากทุกคนยอยโอตาชิโอ今日とても嬉しいから皆さんで今日本当に見てきてありがとうございます。ありがとうございます。